こんにちは。はい、料理家ユニットブルーゲイツ藤野幸子です。高橋のり子です。はい、今日はですねブルーゲイツの活動として動画でなんと7回目なの、よく続いてるねお世話になりました、はい、で、こちらではね生産者訪ねたりとかあとレストランに行ったりとかねいろいろやってるよね、まあ、消費者の方とか皆さんにねためになる食の情報を届けようと思って頑張っております。じゃあ今日は、こちらね寒中キャベツっていうの聞いたことあります？いや初めてね、これ寒中キャベツ、山形の、はい、でこれは、ね、あのスーパーエバラヤさんのねもりもり卵を紹介したエバラヤさん、あの倉持さん、はいはい、倉持さんがね、うん、もう選んでくれたの、これすごくいいよって言ってね、倉持さんのねなんてねコメントをいただいたの、じゃあちょっとね、聞いてみてください。はい、はい、ただいまねおすすめの冬季限定の、寒中キャベツ、こちら見た目の方はね一見ちょっとね白っぽいんですけど実はこれ、山形の雪国の雪を利用してですねその寒さを利用して極限まで甘くしてるね、美味しい冬野菜なので、期間限定でもあります。ぜひお試しください。高糖度野菜って書いてあるからね、本当に楽しみですね。そう、でね、普通だったらこうキャベツ取ってそのまま出荷されるじゃない、ところがね、これはね、その去年ね、暮れにね、取って、でそれをね、取ってから雪の中に寝かせてるの2ヶ月そう。でもこれね、寝かせるとどうなるかというと人間と同じなの脂肪脂肪をね、蓄えてね、甘くなろうとするわけだから糖分が上がる。そう、だから糖分が上がるのね。で、多分こう今日はね、パスタにしようと思ったんですけど、はい、火を入れるとまた甘くなると思うので、ね、はい、じゃあ楽しみです。はい、始めますね。まずね、今日主役のねキャベツね。それからニンニクと、それからパスタとアンチョビ、それから、オリーブオイルを使ってねやっていきます。鉄板の組み合わせね。そうね。そうだ。でもちょっと今日はね面白い作り方。ストーブでね、旨味をぎゅっとね牛食しよう、牛縮すると思うの。牛縮。そう。で切るね。今日はそうね、このぐらい使っていい？ちょっとこのぐらいでいこうね。へえ。はい。やっぱ面白い。幸子さんそうやって初めかき、私はねやっぱりね半分皮を剥がすか。本当？本当？うん。ちょっとそれやっぱり違うのね、やり方がね面白いね。そうそうそう、私こうやってね綺麗ですね、すごくね、中もね、なんかキャベツの香りがしますね。はい、でこれでね、もう芯のところは今日はねちょっとこうやって切っちゃうね。甘そう、芯のね。高橋さんはパスタのキャベツ作る？あ、作ります。どんな風に？ね、やっぱりね、普通にねフライパンで炒めて、それオリーブオイルなんかでね、でペペロンチーノ風にね、はいはい、唐辛子入れて、それで炒めちゃうけど、今日幸子さんストーブの中で作るんでしょ？そうなんだ、楽しみです。ストーブでちょっとねやってみようかなと思って、ほら蒸し煮にすると甘くなるから。そうだね、このね、ますますこの高糖度がね行かせますよね。ニンニク好きだからちょっと多めね。イタリア、ね、珍しい。幸子さんニンニク割と少ないもんね。うん、割と、ね、でもイタリアとかではあんまり最近、少ないんです。そうですね。でもね好きだから多くしちゃった今日は。はい、それからアンチョビね。そうですね。でこれをね、二つぐらい入れようか。はい。あ、三つ入っちゃった。まあいいです。はい。それではね、これですね。ストーブの鍋。じゃあそうそう、ここに。そうだね。はい、じゃあ入れます。もう電気が入っちゃってんだ、これ18センチのね、まだね、少しね、今日多めだからね、余っちゃったらちょっと普通にオリーブオイルと塩でもいいかもしれないから、で、ここにお水ちょっとお願いしていい？少しこのくらいまでですか？はい、どのぐらい？1センチぐらい？あんまり入れなくてもいいよね。どのぐらいですか？蒸し煮だから、で、このままね、ちょっと軽く塩して、はい、塩ね、はい、で、さっと茹でた方が美味しいよね、やっぱりね、ちょっとシャキシャキっていうかフレッシュ感残してもらうか、どうですか、高橋さんのお好みで作らせていただきます ね、でも甘いクタクタってしたキャベツも美味しいけど、ちょっとシャキッとした食感もね欲しいし、まあ、でもどっちも美味しい、どっちでもいい、うん、じゃあその時の気分でやっていい、はい、で、あとはじゃあここに今ねパスタ茹でてるんで、かっこいい鍋、これあ、これスキャンパンの鍋ですね。それでね、なかなかいいお鍋。
そしたらまずね、ここにオリーブオイル、冷たいとこから入れるね。はい。はい。はい、じゃーっと、どくらいだ、大さじ2ぐらい入れる。そうですね。それで冷たいよ、はい、ニンニクパッて拭いとって。香りが出るまでね。はい、弱火で。はい。で、今日は、辛いものは入れないで。あ、入れよう。入れる？入れた方がいいね。高菜爪ね、大好きなの。これ使うのいつも、カイエンペッパー、うん、はい、簡単だから、うん、後でパラパラ調節できるから、はい、最近これ、うんうん、これですごく辛いです、ちょっといい、うん、そう辛いからでも気をつけてね、よくね、カイエンペッパーと、うん、パプリカを間違える人がいるけど全然違うもんですでパプリカパウダーはね、うん、同じように赤いけど、うん、全然辛くないけど、うん、これはとっても辛いですから、そうですね、そうそう、入れすぎちょっと注意ね、うん、ニンニクはこれ、こっかりすると焦がしちゃって、うん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 、じゃこれ焦がすとさ、はい、まずくなるから、うん、ここちょっと、ね、ちょっとね、注意で、ね、冷たいところから火を入れて、そうでじっくり、そうで焦がさないように、焦がしちゃったオリーブオイル美味しくないもんね、うん、でちょっと休憩しようね、はい、はい、で今日はね、こちらルーモの美味しいですよね、これね、うん、これね、南イタリアのパスタなのね、うんうん、でちょっとこう白くくっついてる感じがあるじゃない、うんうん、でこういうパスタ使うと結構本物っぽくて、うん、ていうか、まあ、なんていうのかな、アルデンテにもなるし、うん、であとこの粉がね、うん、水っていうかオイルと茹で汁に溶けてきてね、うん、ちょっとこうトロッとした、ね、そう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 、まあでもね、うん、お好みのもの使っていただければ全然問題ないんでね、はい、はい、じゃあね、うん、ちょっとね食べてみない、あ、ほんとほんと、ちょっとね、甘くなってるんですよ、はい、あ、いい感じだね、なんかちょっとじゃあ、はい、じゃあちょっと、はい、ちょっと食べてみていい、軽く塩しただけだから、はい、火まとめとこう、いただきます、甘い美味しい、本当だ、甘いよ、本当に美味しい、うん、さっきね、うん、さっきちょっと生で食べた時と、うん、全然違う、全然違うね、いや、これは美味しい、これ美味しい、うん、これはまさに塩とオリーブオイル、うん、もう OK よね、そうですね、あとやっぱりほら、うん、ストーブでちょっとやったっていうところも良かったんじゃない、うん、素晴らしい、こっちに入れとくね、はい、こっちに塩、はい、ちょっと入れてね、で、ちょっと茹でよう、はい、そして、はい、アンチョビって焦げやすいから、いつもね、アンチョビ私入れたらもうね、うん、さっさと温めて火を消しちゃうのね、はい、で、ここはもうさ、火止めといた方がいいよね、はい、そして、はい、なんてったって、はい、これで、これをね、投入してスタンバイしとこうね、で大体いい感じ、もう食べて美味しいなっていうぐらいになったらもうここに入れるってことですね、うん、そうそうそう、これさ美味しかった、でもやっぱりさ本当に短時間でここまで甘くなるっていうのは、でシャキシャキ感も残って甘いってすごく嬉しくない、うん、ね、ほんとね、うん、普通のキャベツだと、うん、もっと火を入れてクタクタにならないと甘くならないけれども、うん、これがシャキシャキ感が残りながらものすごく甘いってとこがすごい、うん、すごいね、本当にこれは本当に美味しかったね、うん、これちょっともったいないから、もしかしたら甘いかもしれないから、あとでね使いますね、うんうん、これ取っとこう、あとね私サツコさんのパスタでね、うん、いつもびっくりするのは何あれでしょ、タイマーをかけない、ね、私はねもう絶対タイマー命なんで、あのもう忘れてしまったりするんでね、あのね、この先生すごいですいや絶対タイマーかけないいい加減でもイタリア、南イタリアすっごいアルデンテ、これ間違ってんじゃないかってぐらい、そうすごいアルデンテ、多分家でそのまま出しちゃうと日本人の家庭の旦那さんとかに怒られちゃうぐらいかな、そう、うん、でもまあだから表示ちょっとあれでやっちゃうとちょっと私硬いっていうか、ね、でも私もね、だから1分前ぐらいにセットするわけ、うん、そうじゃないとやってる間に他のことやるともうなんか忘れちゃって時間過ぎちゃったりするね、うんうん、それがあるんでね、少しタイマーに頼ってます、はい、じゃあここはねちょっと塩しておきましょうかね、はい、準備してくれる、はい、よいしょ、軽くね塩しておいて、まあアンチョビ入ってたらあまり、うん、私やっぱこれ辛いのね、うん、ちょっと少し入れとこうか、少しね、大丈夫、高いです、うわ大好き、大丈夫、辛いの大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、からはい、はい、これ茹で汁も後で加えます、うん、加える、うん、いやこれもさあ、こっち加えようよ、ちょっと美味しそうですね、美味しそう、だこれと、ね、これ加えよう、はい、でこれもちょっと加えてってね、うん、そうだね、これもなんかもったいないっていうか、はい、美味しいよね絶対ね、
これパスタ茹でる時の火は何火？強火？あのね、強めの中火。中火ぐらいがこれポコポコってなってんじゃない？ポコポコってこのぐらいかな。あ、そう。ボコボコじゃなくてポコボコ。ポコボコ。これアルデンテにね茹で上がってるのよこれね。はいはい。そしたらもうここにバーって入れちゃう。さっきのねキャベツの甘い茹でるよ。茹でるよ。うん。じゃーってね。じゃーっとこれでね飲む。こっちは塩入ってないから、もし塩しなくてまた足してみよう。おっ、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 美味しそう。美味しそうだね。ちょっと見てみようね。ちょっともう少し足すよ、これ。もしさ、ソースが一緒だったら足すよ。ここら辺に残ってるじゃない？はいはい。ね、もうちょっと足すよ、じゃあ。はい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 。これで。でこの缶中キャベツが手に入らない人は別にこれからね新キャベツも出てくるしそういうのでやってもいいですよね。あ、いいですね。新キャベツも美味しいよね。同じようにやれば、少し加熱時間少なくするぐらいでそれで大丈夫ですよね。そうだね、確かに確かに。これからね、キャベツのまた春キャベツの美味しいのも出てくるから、それでね、パスタが見えない。はい、完成です。美味しそう。完成しました。ね、すごくこのお皿も可愛いよね。あ、これはね、そう、私ちょっと気に入る南イタリアのお皿なんだけど、はい、嬉しい。じゃあちょっとどうぞ召し上がってください。キャベツですね、まずね、これ、甘いです、本当に。あとね、さっきストーブの鍋でやったから、短い時間ですごくシャキシャキ感が残ってるんだけれども、とっても甘いので、あれストーブでちょっとね、別の鍋でやるのめんどくさいな気もするけど、やっぱりやるのいいですね。そう、美味しい。いや、美味しいでしょ。いや、これいいでしょ、簡単な材料でね、すぐできるから。まあ、皆さんもよかったらぜひね、これから春キャベツも出てきますね、お試しください。で、アルデンテになってる。とっても美味しい。ぜひぜひアルデンテで。で、次はですね、高橋のり子先生がこの缶中キャベツを使って何を作ってくださいますか。はい、ね、これを使った、お好み焼きを紹介したいと思います。楽しみ。キャベツとっても甘いんで、でね、あとお好み焼きって、小麦粉たくさん使うから、すごい糖質が普通高いんですよね。で、ダイエットしてる人はちょっと食べられないんだけど、小麦粉を使わないお好み焼きをやります。すごい楽しみです。はい、またじゃあ次回よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またお待ちしてますね。